さ皆さんこんにちはスノーボーダーの青木玲ですさあ本日もやってまいりました youtube スノーボード大学の時間でございますどうぞよろしくお願いいたしますさあ見てみてくださいこうなってるかなこの辺かなイラストちょっと描いてみました本日はスノーボード横乗りだから左右が非対称ですよね左右非対称 でのこの関節の曲げ伸ばしっていうのをちょっと整理ししてお話したいいなと思いますでここにあるイラスト見てわかるように左右非対称の場合頭とお尻の位置っていうのが高いポジションだとボードの真上にそれぞれあるけれども低くなっていくとレギュラーでもグーフィーでも頭お尻の位置が板の上から 外れてていいいくものでですすよねっていうイラストでございます高い姿勢だったらいいいんですよね高い姿勢だから足元に対してお尻の位置は頭ってまっすぐになるんだけども横のりで低くなってったら頭お尻っていうふうに動いていくべき方向が変わっていく。でこれをねお尻と頭を板の上に残したまんま要は外さないように 低くなっていく低くなっていくってやると、これは姿勢を低くしたっていうことよりも腰を落としたっていう、えー、動きになるんじゃないかなと思うんですね。腰を落とそうよ。腰をもっと落としてごらんって言われたら腰を落とすので、その下にある足首とか膝とか足の付け根の股関節とかっていう関節が深く曲がっていく感じ。 ですけれども低い姿勢で滑ったりとか,たとか高い姿勢で滑ったりとか低い姿勢から板を踏み込むことによって姿勢が大きくなっていったりとかっていう風に関節をしっかりと使っていくってなった場合には別に足首膝股関節だだけにここわることないですよねお腹もそうだし背骨っていう関節も使えるだろうしっていう風になっていくと。 低くなるっていうのは腰を落とすじゃなくて姿勢全体的に低くなってほしいから上半身もやっぱり落としていくいろいろ曲げられるんだったら曲げていくっていう動きも必要になっていくな逆にこれを知っていた方が実践的ないろんな雪質いろんな速度において滑りやすくなっていくだろうなって思うんですね低くなるイコール腰を落とすことって思うとあんまり低くなれません 低くなるってことは頭とお尻がそれぞれ外れて板の上から外れていきながら全体的なサイズ感がコンパクトになるまあ簡単に言ったらこれを今低くなるっていう、ね、ふうに考えてあげたらいいんじゃないかなと思いますスノーボード一番初めに始めた時スクールとか人に教わる時ってまず板の上からお尻も頭も外さないようにきちんと立ってごらんって教わるんですね。 まずバランスを取るってことを知ってほしいのでそれをやるんですけれどもそれは高い姿勢で音と音とってバランス取りながら滑り続けるんだったらその感覚その意識はとってもいいと思うんですけれどもスピード出してターンしていってましてやカービングみたいにもっともっとターンの内側に体を動かしていくそのためには姿勢低い姿勢も積極的に使っていくよってなった時の その低い姿勢っていうのは決して下半身だけじゃなくて全身が低くなっていくことでのライディングの安定感とか鋭さに繋がっていくポジティブなポジションっていう風になっていくんじゃないかなと思いますちょっとイラストざっくりバーって下にずっとありますけれども低くなるってことは横乗りで低くなるってことは左右非対称だから頭,のお尻の頭とお尻の位置がそれぞれ 動いていてきますよ逆に言うとお尻をしっかり出していこう頭をしっかり出していこうお尻をしっかり出して頭をしっかり出してそれぞれを下げていこうって思った人からすごい低い姿勢っていうポジションまで使えるようになるんじゃないかなと思います。 ぜひともですねこの辺のイメージを思い込みじゃなくってああ確かになっていうふうに理解した上でいろいろなポジションの幅関節体の動きっていうのが自由自在に使えるようになったらいいんじゃないかなと思います今回は左右非対称での関節の使い方関節使ったことによって頭とお尻がどこに行くかその辺のことを整理してお話しさせていただきましたそれではまたスノーボーダーの青木玲でした